ケンメリ GTR の生産中止から16年を経た1989年8月21日、8代目スカイラインシリーズに多くのファンが待ち焦がれた GTR がついに復活した。搭載されたエンジンは新設計の 2.6 リットル直列6気筒 DOHC ツインターボ RB26DETT 型、セラミックツインターボにより最高出力280馬力、最大トルク36キロを発生するこのエンジンには6連スロットル、ナトリウム封入エキゾーストバルブ、強化シリンダーブロックといったモータースポーツの技術が惜しみなく投入されていた。駆動系は電子制御のトルクスプリット式 4WD アテーサ ETS、 車を曲げることを意識した画期的な四輪駆動システムだ。サスペンションは前後ともに日産独自のマルチリンク式で、四輪操舵技術であるスーパーハイキャスを採用。ブレーキはアルミキャリパーのフロント対向4ピストン、リア対向2ピストンが与えられていた。グループ A での勝利を託されて16年ぶりに復活を果たした GTR は、当時の日産の技術を全て注ぎ込んだ車だった。実際その後のグループ A レースでは長きにわたって連勝を記録し、サーキットで無敵の存在となったのは誰もが知るところだ。もちろんロードカーとしての性能も抜群だった。日産は当時90年までにシャシー性能で世界一を目指すという901運動を進めており、 GTR はその運動の頂点に位置していた。それまで存在した 4WD スポーツとは明らかに一線を画すレベルの走りが実現したのである。90年3月、グループ A のホモロゲーションモデルとして GTR ニスモを発売。その後進化版の V スペック、V スペック2などを追加しながら、 GTR は94年11月まで生産が続けられた。20世紀の日本車がたどり着いた一つの頂点である。